カナダの駐日大使が42年前に通学した十勝の池田高校を訪れ、後輩と交流を深めました。イアン・マッケイ駐日カナダ大使は、姉妹都市事業の一環として1980年に1ヶ月間池田高校に通学しました。今日生徒たちへの講話の中で、マッケイ大使は池田町での体験が日本との交流の原点だと振り返りました。生徒から一番好きになった日本の食べ物を聞かれた大使は、日本で初日から美味しい寿司を食べさせていただきました。1回目ははっきりと言いますと、ちょっと辛かった。池田町は小さな町なんですけど、その海外とのつながりがあることによって、こういうことが開けたり、有意義な時間を送ることができました。池田町では来月1日から池田ワイン城でカナダの食材を味わえるカナダフェアも開催されます。